はい、どうも、ゼロゲンと申します。バイオハザード RE3 続きをやっていきたいと思います。前回、地下道をようやく抜け出して、このガンショップかな、はい、RE2 にも出ていた、お、なんか落ちてるやん、これ気づかんかった、RE2 のね、 RE2 にも登場していた、ガンショップですね、ここまでやってまいりました。はい、というわけで、今回は、横の通用口を通って、カルロスたちと合流するところからかな。はい、行きたいと思います。これどうしようかね。グレーラン以上持っていくかい？以上これ手に入ったから。まあ、いらないと思うけどね。ただ、今のショットガンしかね、あんまり、そうなんですよね。ショットガンぐらいしか弾が余ってないので、ちょっとまあちょっとあんまり荷物になるからあんま持っていきたくはないんですけどね。ちょっとまあ念のため弾がないので、ちょっとこれぐらいは持っていきましょうかね。うん、はい、いきましょう。で、ここかな。はい、鍵をもらったので、ここが行けるはずです。レオンたちあっちの方行ってたかな。うん。で、ジルはこっちの方ですね。行きましょう。ほい。カタリンコと。ここ RE2 で、RE2 では行けてたんだっけ、ここ。忘れたな。死んでるな。死んでるな。あ、これいらないですよね。じゃあ捨てましょう。はい、動くかな。あ、動いた。うわー、うわ、奥にもなんかいる。なんかいるな、奥にも。あ、やべ、よし、もう弾ないのに、よいしょ、弾がないのにこういうことさせる。来ないよね、あいつ。あのストーカーさん来るかな。来ないでほしい。うん、よいしょ。おお、駅遠いのかな。割とすぐに合流できると思ってたんだけど、そんな甘くないか。でもなー、たまないからあんまり。ひー、痛ーい。それはかわしきれんわ。うわ、ちょっと2発でいいとはいえきついな。これ上かな。いや、上になんかあるかな。お邪魔します。お、うん、こんな一般家庭に入り込んでいいのかい。ラクーンタイムズ。家族に、おもちゃら、おもちゃ屋、トイアンクル。はあ。その店の屋根の上に設置された巨大な立体看板は。ほう。あの人形の首が持ち上から落ちてきたら。ああ。これちょっとヒントがな。おもちゃトイアンクル、なんだっけ、なんとかくんの首か、首っていうか、あの首取れやすい、あれが取りやすいってわけじゃないのか。あれの看板が取りやすいってことか。それヒントになるのかな。お、炸裂弾。まあ炸裂弾はいいんだけども。
ハンドガンの弾がない。しょうがない。ショットガンでどれだけ持ちこたえられるかやな。もう深夜かな。この時計動いてんのかな。ここどこ？あ、ここどこだろう。いや、わからんね。俺どこに行ってんのこれ。これ俺はどこに行ってんのかな。まあ駅に戻ろうと。な、え、はー、なんか持ってる。何かっこええ、見えれ、ロケットランチャー、ロケットランチャー、嘘でしょ。いやマジ嘘でしょ、でしょ。わあ、危ねえ。なんじゃ、くそ、どけ。うわー、あ、ここ、え、どこだこれ。こっち動けない、あっち行くしかない。うわー、いてえ。あ、これ死ぬ、死ぬぞこれ、これ危ない。くそー、あ、ここ一回来たな。うわ、あ、ひえひえ、おう、イエス、おう、危ねえ危ねえ、もうボロボロやで。カルロス、カルロス、またやつと追われてる。おい、冗談だろ、殺したんじゃないのか。違ったね。あー、痛い。これ回復持ってきときゃよかったな、もっと。おー、あー、ジョン、うー、おー、ナイスジャンプ。ナイスでもないわね。もうボロボロやで、ジルさん死んじゃうよ。やばいやばい、使っとくか。いや、でもあと一発ぐらいなら多分。いやー、やばい、首、あの人形が落ちやすくなってるってことかな。あれを使わないといけないのか。くっそ、ちょっとセーブポイントまで行きたいところではあるけども。本当？駅の近くまで来てくれ。だけど奴もついてくる。ほんまやで。俺を信じろ。ほんま？信じるよ。ああ、あそこ、あ、戻ってきたね。駅か。戻ってきたけど。うお、なんでこんな燃えてんのこれ。あ、行けなくなってんのか。ここ赤いけど、なんか取り忘れてるっていうわけじゃないのかな。お、ああ、ああ、めちゃくちゃね。おい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 、何してんの。怖っ、何してんの。ひえー、うわ、来てるやん、いるやん。危ない危ない、ちょちょ、何何何何、あぶねえ、くそー、どうすんの、どうすんの、助けてカルロス。カルロス君助けて。ひえー、ジル死んじゃうよ。ネメシス怖えー。お、大丈夫か。なんで今爆発したんだろう。行け、早く。
はよ。おい。行こう。逃げるぞ。え？手があるって言ってたのは何？何？何だったの？結局。まあいいや。死んじゃう。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれでみんな町から脱出できるのに。フラグ。ああ、君はもう大丈夫だ。よし、とりあえずこれでアイテムボックスのところに行けるかな、一回。フラグを立てるんじゃないよ、そうやって。わわー、こんなにバリケード張ってたっけ、ここ。こんなに張ってたか？なんかいろいろないなー、これ。これグリーンハーブ使っとこうかな。使って弾がねえなこれ、参ったね。わあ、セーブできねえ。セーブがない。タイプライター、タイプライターは私のタイプ、大事なタイプライターどこにあったの。もうどぼちて。あ、取り忘れてる。まあいいや、しょうがねえ。弾だったのか。弾もうちょっとちゃんと調べないとあかんな。あなたは一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。なんで？どうして？新たな任務だな。そうなの？地を救うためなら何だってやるさ。一緒に逃げればいいのに。ラクーンシティ、アライグマシティ。本当に来ないの？お、こんちゃ。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエルバードを探す。ナサニエルバード、これが最終列車じゃないわね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はい、はいはい。いちいち言うことがくっさいの。研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。ワクチン、分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも。思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのも違うか。今の何？おい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 。ちょっと、なんでこいつまだ生きてんの？いや、よせ、もう助からん。来い、こっちだ。何してんのこいつ。爆弾？ニコライ、何のつもり？おい。奴の狙いは俺じゃない。ニコライ、ニコライ、いや、そう、ハンドガン、あーあー、すごい引き寄せられる。俺の列車から降りろ、このクソ野郎め。お、あ
なんたる。あ、なんかそういうシーンあったな、原作にも。そういえばダウンタウンからの脱出。なるほど、こういうことか。